はい、こんにちは。今日ですね、近所報告のパート2になります。この前ね、近所報告動画を上げたんですけども、一応検査をしてきまして、頭と首をね。で、結局頭は正常でした。で、そうだよね、こうやって喋ってられるんだからね。普通頭が異常があると呂律が回らなくなったりして、動けなくなっちゃうんですけども、首のね、ここの首と肩の、以前4年か5年ぐらい前に交通事故で、あった後遺症ですね。後遺症で季節の寒暖で、出てるってことで、今ね、治療をしてしてますけども、簡単なね、運動で例えばこうやってこういう運動したり、こうやったり、あとは肩をこうぐるぐる回したり、こういう感じでここのね、筋肉とここの筋肉をちょっと強くしましょう。だんだん細くなってるそうですね。この中の骨の中の筋通ってくる、筋が通ってるところは普通だとこのぐらいあるらしいんですけど、僕のだと大体このぐらい細くなってるので、やっぱり事故の後遺症でやっぱここはねちょっとね痛めちゃってるので、そういう感じで神経が触ってしびれてるんだろうっていうことで診断を得ました。とりあえずねほっとしたんですけども、仕事の方もね明日から復帰するんですけども、何もなくてね良かったです。これ後遺症の場合は季節柄あったかかったり寒かったりするとやっぱ出てくるので、これは前からもあったので、これじゃないかなと思ってたんですけどね。でも大事なくてよかったです。頭だったらどうしようかなと思って考えてはいたんですけど、とりあえず大丈夫だということで、皆様にお知らせです。で、峠ドライブもね今すぐにとはいきませんけども、そのうち箱根方面かな、真鶴方面、神奈川方面をねちょっと走破したいコースがありますので、皆さんご存知だと思うんですけど、MF ゴーストですよね。それのやっぱコースとなってるところをねちょっと走って見たいなと思ってます。小田原ターンパイク箱根は出してるので、その次は、真鶴ですよね。真鶴ブルーラインだとか熱海サンセットラインでしたっけ。それとあと芦ノ湖はもう出してるので、できればもう一回芦ノ湖スカイラインをねもう一度やってみたいなと思ってますけど、その段取りで道の駅行ったり美濃小田原行ったりだとかですね、トトコ行ったりとかですね、そういうのをちょっとしてみたいなと思ってますけど、それもね、いつやるかはまだ決めてませんけども、そのうち動画をねこのハードディスクの中にこの中にいっぱい入ってますんで、それと合わせて混ぜてね公開できたらなと思ってます。こんだけハードディスクある1,2,3,4,5,6個もあるから、まだこっちにもあるんだけど下の方にもね、で編集して公開したいと思ってますので、いよいよねもう少しで峠ドライブの、チャンネルがですね、そろそろちょっとこれ見づらいかな、収益化に間近です。今が何人だろうな、932人、これ見えるかな、これで見えるかな、ちょっとこれだと見づらいよね、ちょっとね、携帯だと光反射しちゃってね見えないですよね、932人っていうね登録者数が増えましたので、あともう少しで収益化になりますので、
まあ言っときますけど、収益化になったとしても、自分の、収入に入れるわけじゃなくて、一旦僕のとこに入ったやつを石川県の方に義援金として、送るか、またその物資を買って届けに行くか。まあ今届けに行くことはね、ちょっとできないんですけど、前までやってたんですけど、ちょっと体調が悪くてできなくて、まあ休みの火曜日水曜日の日に金沢行ったり石川行ったりとかですね、まあ行ける避難所とかね、ちょっとやってて、まあ名前を伏せてね、やってたんですけど、まあそういうことで、まあその活動がねできればいいかなと思って、今いろんな方がね、今輪島の方に、石川県の方に支援に行ってますよね。ボランティアの方も本当にね、ありがとうございます。僕は謝ることではないですけども、まあ皆さんご苦労様ですという感じです。やっぱ日本人というのはね、復興に対してはすごいね、助け合いの精神がすごい強いので、まあいろんなところで、日本はね地震大国なので、まあ淡路阪神大震災、まあ東日本大震災、今回の輪島、まああとはいろいろね、震災はちょこちょこありますけど、その時でもやっぱ日本の方々っていうのは皆さん力を出してね、助け合ってね、やってましたからね。その気持ちはね、すごい日本人って素晴らしいなと思ってます。で、僕もその輪島に関しては、まあこれからも、まあ今すぐとは言わないですけども、まあ行ける時ができたら、輪島の方にね行って、まあ支援と一緒に動画をね撮っていきたいなと思ってます。まあこれはただ動画撮りに行くだけじゃなくて、僕は支援にしにも行ったりします。で、自分が回ったところ、例えば能登食彩市場だとか、中島ロマン峠、道の駅ですよね。あとは和倉温泉、あとはイカの駅つくもオール、あとは、千里山渚ドライブウェイと内灘サンセットパーク、まああとは千里浜渚ドライブウェイだとかね、まあ大体石川県、大体あとは国道249かな、あとは輪島の朝市だとか、まあそういうところをね、ちょっと行けるようになったらですね、今行くと現地の方の邪魔になるので、まあ支援以外には行かないようにしてたんですけど、その時に動画撮ってればよかったんですけど、まあ動画撮るちょっとね勇気もなかったので、まあ、支援のことで頭がいっぱいで、もういても立ってもいられなくなって、まあ、行動に出たんですけど、まあそれに対して YouTube 上げたり動画上げたり、行ってきたよ、何来たよとか、そういう動画を上げたくなかったので、まあこっそりね、ひっそりやってました。今ここでは言ってますけど、でもその今いろんな方上げてるじゃないですか、まあ SNS、インスタグラムとか見ると、いや、これから石川県行ってきますとかね、行ってきましたとか、まあ、そんな動画どうでもいい。ね、ありがとうって気持ちはあるけど、そんなのいちいち言うことでもないし、言わないでやってもらいたいなと思うんだけどね、かっこいいと思いますよ。やってることはね。やってることはかっこいいと思うけど、それをいちいちメディアを通じて言うことでもないし、やってないでやってる方もいっぱいいるからね。元参議院議員の東谷義和さんもやってるし、あとはいろんな芸能人の方もね、まあ舘ひろしさんやら、まああのあとはね、誰だっけな、有名な方ね、演歌歌手の方ね、もう東日本大震災やらね、いろんな阪神・淡路大震災、東日本でもいろいろね、パパッと動いてキッチンカー出してやってる方とかね、
そういう人は何も言わないでやってるからね。本当にね、そういう方は素晴らしいと思います。もう今のガキどもはね、もう何でもインスタグラムだとかインターネット、SNS で行ってきます、これから頑張って水積んで行ってきますとかね、そんなのいらねえだって、何なんだってんだよ、褒めてもらいたいのかって。まあありがたいと思うけど、現地の方に対してはね。まあこれは賛否両論あるから、ちょっとね、いろいろ僕は言えないですけど、僕は行くとかなんだかんだとは言ってませんからね、もう勝手に言ってますから、何にもメディアにあげずに言ってます、それが当たり前だと思ってるので。で、ちゃんと現地の人に迷惑かけないように食費は自分で持ってって、まあ僕パンとか、あとはもう弁当買ってってね、弁当買って食べてますけど、で、あとはいろんな自分のね、まあそれが当たり前なので、ボランティアはね、現地の人に迷惑をかけるようなことをしちゃいけないので、まあ善意でね、食べてくださいとか言われた場合には、まあしょうがないとは思うんですけど、これ結構それで叩かれてる方結構いたんですけど、僕は違うと思うので、現地の方が感謝の気持ちを持って、食べてください、あ、ご苦労様でした、食べてくださいって言ったことに対して噛みついてる方が結構いらっしゃると思うんですけど、まあ噛みついちゃいけないと思うんだよね、お互い協力し合ってるんだからね。何にもやってない人間たちがね、ガチャガチャ外野から文句言うことでもないと思うんですよ。やってから文句言えって感じですよね、僕は思いますよ。で、まあボランティアの精神はわかるんですけど、自給自足ですから、自分たちでね、食うもの、寝るところ、ね、移動手段何にしても自分でやるっていうね。そういうことは分かってますけど、それはあくまでも建前で、ね、まあ現場の状況によって、まあ感謝の気持ちをね、示されて、どうぞって出されたものを返すわけにもいかないじゃないですか。返してる方もいましたけどね。でも気持ちですから、気持ちでいただくっていうのは別に悪いことではないと思います。まあ政治家で山本太郎さんがなんかカレーを食べたっていうんで批判を食らってますけど、あの人たちもなんかやってますからね。で、国会議員が行っちゃいけないっていうのに、あの人は行きましたからね。まあ、あの人のやったことは素晴らしいと思ってますけど。今、あとは、ヘズマさんだっけ？ね、迷惑系元 YouTuber の、あの人が今やってますけど。まあ、あの人もずーっとやってるけど、今、なんか脅迫受けて、あれかな？東京に戻ってきてるのかな、今ね。まあいろいろ支援してますけども、まあずっとやり続けることがまあ支援のことだと思うので、それが大事なので、まああとはね、ガーシーさんだとかね、支援しに行ったことに対して感謝状をもらったりとかね、あの人は海外の時も、ドバイに行った時もね、トルコ地震でしたっけ、どっかの地震があった時にすぐ行動に出て支援活動しに来ましたからね。まあそれは素晴らしいと思います。まあ外野がガタ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 政治家の方が言ってたけど、まあそんなことで、まあ話はだいぶそれちゃったんですけども、まあ僕は至ってね、もう元気なので、まあここのね、方がね、今日作業車、台車を借りてきたので、作業車をちょっと台車に荷物移してやってたりしてたので、ちょっと体が痛くて、まあ荷物が重たいんですよ、通信工事の仕事ってね、道具がいっぱいあるので、まあその道具を入れ替えしてる時にもちょっともう肩が痛くて、もう痛いので、ちょっと後でお風呂入ってゆっくりね、マッサージして、ちょっと運動してリハビリしようかなって家でね、そう思ってます。で、まあそれで少しでも元気よくなってね、なったら、まあ陶芸再開になるので、だいたい4月ぐらいにね、
大体再開すると思うんですよ。はい、まあ今の時期はね、本当に近場のところだけしか行けないので、うん、でまあこれから収益化になるので、収益化記念として何か一つやろうかなと思ってます。はい、で収益化記念に僕のチャンネル登録してくれた方で、まあステッカープレゼントだとか、まあそういうのもやりたいなと思ってるので、まあ以前近所報告のとこでも喋ったと思うんですけど、以前作ったステッカーがもう販売してないんですよ。まあベースっていうところでねやってるんですけど、そこでは未だにそのまま置いてはあるんですけども、まあ実質もう買いに来てくれてるお客さんもいないので、まあちょっとね以前のステッカーを皆様にできたらプレゼントしたいなと思ってます。はい、でまあそれはツイッターだとかそういうところでまあいろいろちょっと考えてはみますけど、今ねどうやって配送したらいいか、申し込んでもらった方がいいかとかね、まあいろいろプライバシーのこともあるので、ちょっと考えてやってみようかなと思って、メールだとかね僕のホームページを通じてメールで申し込んでいただくだとか、それで発送するだとかね、うん、あと何枚配るだとか、まあそういうのもあるので、ちょっとステッカーをプレゼントしたいなと思ってます。峠ドライブのね、はい、以前作ったやつがあるんですけど、それをやってみようかなと思ってます。はい、でまあ僕のね近所報告あんまり長くなっちゃうとあれなんで、まあパート2で、今はパート2なんですけど、まあ私は至って元気、まあここが痛いだけでね、首とね、うん、元気なんですけど、リハビリしてどうにかね回復していきたいと思いますので、はい、皆様にご心配をおかけして申し訳ございませんでした。いち早くねちょっと報告したかったので動画を上げてみました。それでは、また、こういう機会がありましたら、動画で、報告したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。峠ドライブでした。バイバイ。